マカイロドゥスは、中心予行期から、先進予前期にかけて生息した大型捕食者で、サーベルタイガーの一つ。哺乳鉱食肉目猫かマカイロドゥス赤に属する。高進予のアフリカ大陸に現れた、ホモテリウム属の祖先であるとされる。体長は、約250センチメートル肩高約120センチメートルで、いわゆるサーベルタイガーの中では、最大級。 頭骨は約35センチメートルと体に比して小さく、ライオンとほぼ同じ大きさであるが、前後にやや長い形態であるためそれよりも、細表となる。剣士が長大な牙となっており、それを用いて、獲物を殺すという手段に特化したプレデターであると、される。力強い前足で捕らえた獲物を抑え込み、喉元など柔らかい部分を狙って、牙を突き立てたと推定されている。 甲子がやや短く足裏行政に近い形態であるため、獲物を追いかけて捕殺することはできなかったとする意見もある。しかし、かかとを地面につけて歩行するクマも、失踪する馬に追いつくこともできるため、待ち伏せの後、至近距離まで近づいた獲物に高速で襲いかかり、気管や血管を引き裂いて止めを刺すという奇襲を用いたと推定されている。獲物はプリオヒップスや、 コロンビアマンモスなど、自分と同じかより大きな装飾獣であったとされる。狩りの手法としては、ライオンなどのように獲物が多い時は群れで行うが、獲物が少ない時期には単独、または少数で獲物を探したと考えられている。アフリカ大陸、ユーラシア大陸、北アメリカ大陸に生息。マカイロズス族は、ユーラシア起源で中心旅行期の約800万年前に、 アフリカに侵入したと推定されている。アフリカ大陸では、化石自体はそれほど多く見つかっていないものの、同時代の猫科の捕食者の中では、中心的な存在であったと推定されている。ありがとうございます。